皆さんおはようございます。ファーミングシミュレーター22欧米論編、今日も続きをやっていきたいと思います。現在12月の朝ですね、9時56分を回ったところです。現在こちらブドウの剪定作業をやってるところですね。ブドウの方はですね、まあ、9月だったかな、収穫を終えてまして、それの後ですね、つるが枯れた状態になってますので、それを剪定するという作業が必要になるんですが、その作業をやっているというところですね。で、これね、剪定作業をもしやらないとですね、ブドウは育たないということだったと思いますので、必ず必要になります。注意してくださいね。ちょっとね、剪定作業今やってるんですが、一旦ちょっとここで、休憩をしましてですね、ちょっと、先に大豆畑ですね、大豆畑の方にカルティベーターを当てようかなと思ってるんですが、もう1列ぐらい行きますかね。で、今この剪定機ですね、こちらの方はですね、前に1つ、後ろに1つ、つけて、一気に2列剪定をするという今手法でやってるんですが、なかなか操作が難しいですね、これね。これが一般的なのか、基本は1個つけてやるものだと思うんですが、多少の時短にはなってるんだと思うんですけどね。12月とか1月とかこの冬の時期っていうのはあんまりやる作業がないので、こういうちょっとこう、下というか、暇な時にできる作業としては非常にありがたいのかなという感じでしょうかね。なかなかうまくならないですね、これね。ちょっとこの列だけ行って、大豆畑に行きましょうかね。天気はね、曇ってるのかな、今。ちょっと曇ってるような気がします。綿畑に肥料散布もしたいんですけどね。よし、ここで一旦やりましょうかね。です。はい、ちょっと降りて、ですね、今日のメイン作業はこちらの畑ですね。ちょっと飛んでいきましょうか。あれ、ちょっとなんか見えないな。ちょっと画面が見づらい。あ、もうここあれか、畑か。ここですね。今ちょっとね、草が生えていますね。大豆畑。肥料散布済み 50% になってるんで、確か消化液だったか堆肥だったかお前だと思うんで、そのようになってますね。ここに、工作作業ですね、ここに工作作業をやっていこうと思いますので、でちょっとですね、ショップの方に飛んでいきましょうかね。
はい、それでは、今ショップの方に飛んできました。こちら私が持ってるトラクターの中で一番最強のトラクターですね。でこちらのトラクターを買ったので、カルティベーターはですね最強のものが買えるんじゃないかということで、もうちょっと最終段階に入ってきたかなというところでですね、新しい工作機をちょっと購入したいと思います。で工作作業はですね、こちらカルティベーターですね、こちらのカルティベーターか、ディスクハローだったかな、そうですね、この二つで、やるんだったと思うんですが、これが幅が 12.5 メーター、18キロ。12.5 メーターが一番でっかいやつっぽいですね。パワーハローとかはね、多分そんな大きいのなかったと思うんですよね。サブソイラーはちょっと違いますね。ということはやっぱりここか。12.5 が一番大きかったんで、あ、やっぱりカルティベーターが、あれですね。一番大きいですね。幅が 15.7 メーター。ただ、時速は、ディスクハローの方が速いのか。これ18キロ出るんだ。なるほど。まあでも、どうなんだろうな。まあこっちの方があれだろうな、多分。まあこれ行きましょうかね。12.2、12.4。まあこちら行きましょうか。一番これ大きいんだろうと思います。ただスピードがちょっとあれか。青い。じゃあこちら、購入しましょうかね。129,000ユーロ。よし。そしたら乗り込んでいきましょう。あ、エンジンかけないと。このお尻フリフリ仕様なんで、なかなか操作がね、慣れないんですけど。まあでもね、当初よりはね、だいぶ慣れましたね。このお尻フリフリ仕様もね。これね、お尻フリフリ仕様はね、カルティベーターとかを引っ張るのには非常に優れてますね、これね。これ曲がろうとするとね、後輪かな?後輪のところに、ちょっとね、引っかかってしまうんですよね。このお尻フリフリしないと。だから、やっぱりこう、カルティベーターのさらに大きなやつ、とか他のものもそうなんですけど、牽引する場合はこのお尻フリフリ仕様がかなりいいですね。だいぶ慣れただと思います。いや、久々にこの道通りますね。久々でもないか。よし。これは畑を耕して、まあ作付けを待つような感じですね。でね、一つその大豆畑なんですが、大豆がない時期が。まああるんですね。まあ作付けから収穫までの間は、まあ、あるんですけど、収穫から作付けの間ですね。この間がですね、これ空いてるんで、これね、草をね、栽培できなくはないんですよね、ここ。よし、着きました。これ、でっかいですね、やっぱね。いやいやいや、これはでかい。
だからね、これマックスでやろうとすると、ここに草を栽培して、でサイレージにして、でそれを、まあ、売りさばくというのが一番いいんだろうかな。だからサイレージ作るのにバンカーサイロをこの辺りにも建てないといけないとか、そういうことになるんですね。じゃあヘルパーさんにお願いしましょう。はい、かなり広大な面積なんで、ちょっと時間がかかるかもしれませんね。いや、もう全然引っ張れてますね。ここね、奥の方にかなり急な傾斜になってるんですけど、もろともしません。全く問題ありませんね。さすがジョンディア最強ですね、これね。このキャタピラーがね、やっぱり設置面が広いんで、もうぐんぐん進みますよね。いい走行性抜群ですね。ただちょっとね、スピードが出ないっていうのが少しネックなんですが、だから普通に、まあ、作業をしてないで車道とかを走るときに40キロしか出ないんですね、これ。まあ、できれば50キロぐらい出てくれたら一番いいんですが、それ以上出るとね、逆にスピード出しすぎちゃって、それはそれで嫌な感じなんで、まあ、50キロ台が一番いいのかなと思ってますね。はい、いい感じですね。じゃあちょっと降りて畑の状況も確認しましょうかね。これが、工作作業が終わったところですね。はい、肥料散布済み 50% になったんで、もうこれで作付け OK ですね。でこれね、草はねまた生えてくると思います。これプラウだったかな、プラウですき込みすると草はもう生えてこないんですが、まあ、その代わり石が出てくるんで、まあ除草するより石拾いのが大変だと思うんで、まあまあ工作作業でいいんじゃないですかね。ああ、ちゃんとターンもしてくれましたかね。もう一回ちょっと、そうだ、ターンの方がうまくいくかどうか。で、こちらの畑もですね、一応若干改良を加えまして、まあ、できるだけ整形に整えるような感じでやってますね。まあ、ここかな、こっち側に畑がもともとあったんだけども、ここですね、この部分に畑がもともとあったんですが、それを整形に、まあ、区形にしまして、作業しやすくなってますね。ヘルパーさんだとね、どうしてもその辺が作業難しいんで、あ、やっぱ早いなこれ、幅がすげえあるんで。よしよし、これだとちょっと、もうちょっと時間経ったらいけるかな。よし、じゃあこれはヘルパーさんにお願いして、引き続き、剪定作業やりましょうかね。あれどこだっけ、あ、これか。じゃあ剪定作業やっていきましょう。
はい、それではですね、今までこちらの畑でですね、まあ、工作作業ですね、そちらの方をやりながら、まあ、ブドウの剪定作業とか、まあ、そのあたりをやってましたが、こちらの畑はこれで終了ですね。はい、お疲れ様でした。とは言ってもですね、まだたくさん畑あるんで、ちょっと引き続きやっていきましょうかね。ちょっとトラクターをちょっと移動しましょう。で、ちょっとね、この工作作業は、まあ、このまま引き続き行うんですが、ちょっと他にですね、やりたいことがありまして、まあ、一旦ヘルパーさんの方にお任せをしてですね、ちょっと別のところに行こうかなと思います。で、その、まあ、他のことを、まあ、やることなんですが、どうもですね、このオーベイロンというマップにですね、なんか隠しアイテムみたいなものが点在しているらしく、で、まあ、それを、まあ、収集するとボーナス、まあ、お金がもらえるんだと、なんかボーナスポイントみたいなものがもらえるらしいんですね。で、それね、以前といってももうだいぶ前なんですが、まあ、コメントで教えていただいたんじゃなかったかなと思うんですけども、ちょっとどれかな、これか、この統計画面ですね。これがですね、もう今までやってる作業のまあ、時間とかが出るのかな、距離とか、これ見るとすごいんですよね。プレイ年数が今29年ですね。で、これプレイ時間がすごいですよ、これ。1429時間。すげえやってるなーっていう感じですよね。1429時間。いやー、やりましたね。で、プレイ年数が今、まあ、29年なんで、来年で30年目を迎えるということですね。で、今回は、毎年、その、10年目、20年目にトライアルやってきたんですが、まあ、今回はもう30年目まで終わらせて、31年目トライアルをしようかなとかって思ってるんですが、ただ、その、できれば、オーベイロンのマップを全部、制覇してからやりたいなと思ってるんですよね。で、今はですね、畑はもう制覇してるんですよ。畑と、あとなんだ、その、マップ上にある施設は確かもう全部、制覇というか、まあ、買い占めているんですが、このね、畑のない土地がまだ結構余ってるんですよね。で、これがね、意外と高いんですよ。これ100万ユーロぐらいしますよね。これで100万として、これ30万、40万、90万。まあ、ざっと300万ユーロ以上はいりますよね。だから、これを1年で稼ぎ出すっていうのはなかなか厳しいんじゃないかなと思うんですけど、どうなんだろうな。まあ、でも、20年目のトライアルの時に、500万ユーロを達成してるんで、まあ、可能は可能なのか。
まあ、そのあたりをちょっと買い占めてからやろうかなとかっていうのも思ってるんですが、まあ、そういう話じゃないんですよね、今回は。そういう話じゃなくて、ここですね。獲得した収集アイテムというのがあるんですね、ここ。これが今20分の0になってると思うんですけど、これをちょっと収集して回ろうかなと思ってまして、で、大体ね、収録外でいくつかは見つけてるんですよね。ただまだ収集してないという、そういうことなんですけど、まあ、ちょっとご紹介も込めて、もうでも今更こんなご紹介しても誰も興味ないかもしれないんですけど、まあいいでしょう。で、一応ね、マップで怪しそうだなっていうところに目星をつけて、まあいくつかちょっとあれして探したりしてるんですけど、まずここですよね、このあたり。このなんか意味のないこのね、半島みたいな、それとあとここですよね、このあたり。この2箇所はもう必ずなんかあるなと私ずっと踏んでたんで、まあ残りはちょっとあとね、この辺とかもなんか絶対なんかあるんですよね、これね。あとこの森の中とかね。なので今日はちょっとこの辺りをちょっと散策してみようかなと思います。そしたらまあ、せっかくなんでお馬さんで行きましょうかね。ちょっとここ飛んできましたね。まあもう毎日乗馬も最近サボり気味でですね、お馬さんが全然育ってないっていう。どうしましょう、国王で行きましょう、ね、よし、こいつに乗りましょう。じゃあまずは湖の半島に、おーとと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 湖の半島行きましょうかね。これこっから行けない、行けんのかな、馬で。ちょっとでも馬で行ったら沈んじゃいそうですよね。あーやばい、あーあれやばい、え戻ってきてる、嘘でしょ、お馬さんがいなくなった、嘘でしょ、今ちょっとなんか深いところまで行かないでって出ましたね。あれうわ、これ飛んだハプニングやな、これ。いやー、あ、これだ、これこれありましたね、これですね。これ回収 L3 ボタン。おお、なんだこれ、何年も前。あるソフトハウスは売れ残ったゲームカートリッジをすべてこのエリアに埋めたそうです。探しましょう。残り19個。なるほど。いやー、ちょっと待って。大馬さんいなくなったんだけど。これはもうなくなったっていうことかな。うわー、えらいことしてもうたな、これ。いやー。ちょっとなんかの拍子に戻ってこないかな。ちょっと、どうなのかわかりませんが、もう全くなくなったかなという感じですね。いやー、これはちょっとえらいことをしてしまいましたね。
から行けたか、ここの工場あたりから確か行けたと思うんですよね。馬で行ったような記憶があるんですけど、行けなかったかな。あ、あそこから行けますね。あ、ここは行けます行けます。からこの中に入っていきますね。オッケーオッケー。結構人いますね。あ、結構憩いの場になってるのかなこれ。あれこれこっちまで合ってんのかな。なんかここにも捨ててありますね。なんかね、まあ、道なりに進んでみましょうかね。あ、当たった。これの一番奥が突き当たりになってるはずなんだけど、うわ意外とこれ難しいな。まだ人がいる。お、危ない危ない。結構長いねこれ。まだか。あ、ここだ。着きました。おっと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 。ちょっと。これですね。これが一番先端部分ですね。はい。おっと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 。あれ。あ、これか。はい。これが、なんだろうね、これ。電話かな。なんかマークがついてますけどね。なんか変な公衆電話みたいな感じでしょうかね。この辺りにあるはずなんだけどな。いやないか。ちょっとあると思ってきてるんですけど、これの近くにある。あ、ありましたね。これですね。はい。回収しましょう。これね、1個回収するごとに5万ユーロもらえるみたいですね。はい。まあ、ただではないよ。これで2つ目が もう1個行きましょうかね。もう1個さっき言ってたあの北の方ですね。これ戻らないといけないんだよね。これぐらいのスピードだったらコントロールしやすいですね。マックスになるともうここ無理だね。多分かなりやっぱり馬術が難しい。
これお馬さん嗅いでいた方がいいかもね。せっかくなんで。もうこれ 100% になってる。なってるよね、乗馬ね。これがね、もったいないんだよな。もうずっと永遠に上がっていってほしいんですけどね。まあ、そうもいかないんでしょうね。あれどこだっけ？こっちか。ちょっと、火があって、操作が難しい。よし、これで OK。じゃ、ちょっと、大馬さんの、小屋に戻りましょうかね、一回ね。自宅を通っていきましょうか。で、ここが私の、草畑ですね。草がすごい生い茂ってますね。まあ、ここの畑はもう常時草を栽培してますんで、でこのお馬さん、まあ、白だとよくわかるんですが、これ汚れてるのわかりますかね。だからこれちょっとケアしてあげないといけないですね。あれどこ行った、あれどこ、はい、いたいた。これ近づくとブラシマークに変わるんで、ここで丸ボタンだったかな。あ、丸ボタン。そうすると、綺麗になっていくのがわかります。はい。じゃあ今度は、こちらの方で行きましょうかね。よし。ちょっと今度は遠いですね。まあ、ゆっくり行きましょうかね。大豆畑で草を栽培するっていうのは非常にありなんだけどな。ただ輸送するのがね、結構大変だと思うんですよね。あのサイレージを売却するのがもうこっちの方しかないんですよね、確か。だから売却するのに、ちょっとね、輸送してこないといけないんで、で量がね、かなりの量になると思うんで、往復どうでしょうね、もうかなりの往復しないといけないんですよ。ただサイレージ1月に売ればまあまあの値段で売れるんで、やったらまあそれはそれで価値はあるんでしょうけどね。だから次のトライアルの時はまあ植えて頑張ってみるというところもいいかもしれませんね。どうなんだろうな。バンカーサイロをどこに作るかやな。あるいは、ベールにして、倉庫にぶち込んでおくか。よし、踏切渡りましょう。目指すのは、一番北西の角です。あんまりこの何ですかね、オーベーロンの街を散策してなかったんで、これちょうどいいかもしれません。いや結構遠いな結構遠いな。これThank you.
ちょっと早く走れない。こんなもんかね。この辺の家の民家の中とかにもなんかありそうな気はしますけどね。あ、あれですね。なんか宇宙の、なんかあれ望遠鏡かな？天体観測場みたいなとこですかね。まあ、ここはね、最初から臭いと思ってたんですよ。これ夜来たら望遠鏡で見れんだ、見れんだろうか。はい、到着ですね。ちょっと降りてみましょうか。こんな感じですね。これでっかい、これ、天体観測場ですよね、多分。中入れないんだ。ちょ、中入れなさそうですね。これはなんだ？もうなんかカードとかあるけど、これどうすんのこれ。ああ、これ持っていけんだ。これなんか使えんだろうか。いや、何も使えねえだろうなこれ。あららら、まあ、はしごもある。はしごは登れないのかな。登れない。これ中入れないんだろうねこれ。これまたあれかな、車横付けしたら入れんの。まあいい。っていうか、あれを探してたんだね。あそこの、ちょっとちっちゃい、小屋がありますね。この辺に確かあったような気がします。これは、なんだろうね。ポンプか。これの裏あたり。これか？これか？ん？違うか？あ、これですね。はい、ありましたね。はい、これで3つ目、回収ですね。はい。一応3つまで探し当ててます。他もか、調査中です。なので、とりあえず、今日はこれで終わりましょうかね。で、ちょっとお馬さん、返さないといけないんで、おっと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 、もうこのまま突っ切れるのかな？ショートカットしてみましょうか。あ、意外といけるんだね、これね。別に道通りじゃなくて。で、ジャンプもできますからね。よし、これでいこう。で、工作作業は引き続き頑張ってやっておきたいと思います。そしたら今日はですね、お馬さんの上からお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。